はようございます。まほです。いつもありがとうございます。中きれチャンネルへようこそ。中きれは中からきれいにの略です。私が、仕事を通じて衣食住すべてはつながっているという意識のもと、中からきれいになる情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。電動自転車でも聞く自転車の乗り方というテーマでお話をしていきたいと思います。車がないんですね。で、私のマイカーは自転車なんです。で、電動自転車を愛用しておりまして、もう日々ものすごい量の買い物を自転車でするんですけれども、晴れていれば、多少の雨でも雨がっぱ着て行くんですけど、いろんなところに買い物に行くんです。自転車で毎日結構な距離行ってると思うんですね。その日々の運動を自転車でより効率的に体に効くように運動できたらいいなということで、ジムに通ったりする時間があまりないっていうのと、で、この方法はですね、以前私 5,6 年前にパーソナルトレーニングに通ってたことがあるんですけれども、その時よりもむしろ今の方が体調がいいし、また体重も落ちてるんですよ。なのでやっぱり毎日のことっていうのが大きいような気がしていて、方法を私がこう実感している体に効く効率的な乗り方ということでお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日お伝えしたい自転車の乗り方、3つ気をつけることあります。まず1つ目が、ある程度のスピードをつけて乗るっていうことなんです。これ危ないので、それだけは気をつけてください。私も気をつけてます。ある程度のスピードでこう漕いでいかないと、電動っていうのもあるのであまり効いてこないんですね。こうグッ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 っていう感じで、つま先にこう力を入れるような感じで私は漕いでいます。とするとやっぱり電動でも負荷がかかるんですよね。なので、ある程度のスピードを出す、気をつけて、大丈夫であればある程度のスピードを出してキープしていくっていうのが私の中での一つのポイントになってます。結構漕ぐのが早くてですね、全然そういう素敵なこうスポーツタイプの自転車とかではないんですけれども、多分バスよりは早いです。タクシーと競えるかなっていう、都内ってね、道がそんなにこうスムーズに流れてたりしない場合も多いので、2キロぐらいでしたら、むしろ自転車の方が速いってい こう自信があるぐらい結構速く漕いでいます。なんかこう、他の人から言われるイメージ的にはすごく遅そう、いろいろっていうイメージがあるみたいなんですけど、速いです。自転車意外と速いんです。ということで、ある程度スピードに乗るっていうのがまず1つ目で、2つ目はお腹を引き上げるっていうのが2つ目のポイントになります。乗ってる時にですね、スポーツタイプのこういうのだとなかなか難しいかもしれないです。こうなってたとしても、こう背中をまっすぐにしてお腹を引き上げとくってことができると思うんですよ。普通の私のような普通の自転車だったら、姿勢を良くするとお腹を引き上げとく、これは自転車に乗ってる時以外にも言えるんですけど、普段立ってる時とかも骨盤の腰骨を立てるイメージっていうのかな、そういう感じでこう姿勢を常に良くしておく、お腹を引き上げておく、それによって腹筋が鍛えられてすごくいいんですよね。で、あと疲れにくいのもあると思うんで、その方がこうやって背筋曲げてるよりもこうやってる方が疲れにくいし、見た目的にも綺麗に見えるので、これを常に意識してるっていうのがおすすめです。お腹を引き上げるっていうことについてはエピソードありまして、私がもうずっと通っている美容師さん、男性なんですけど、その方はもうずっと17、18年同じ美容師さんなんですけど、
全然体型が変わられなくて、やっぱり美容師さんという仕事柄美意識もものすごく高いので、いつも素敵におしゃれにしてらっしゃるんですけど、その方曰く、なんか運動されてるんですかって言ったら、まあ家でちょっと筋トレとかするぐらいで、やっぱりお忙しいのでそんなにこう通ったりする暇もないということで、まあ20歳ぐらいから彼が続けてるっておっしゃってるのが、常に仕事中とか常に腹筋に力を入れてるって言うんですよ。もうそれ力入れるのが癖になっちゃってるから、全然もう今は意識しないと抜けないって言ってるぐらいずっと力を入れてるそうなんです。まあそれ私はずっとは力入れてるのちょっと無理なんですけど、なるべくそれを意識するように、その彼の真似をして意識するようにしています。まあ17、18年経った今でも、その彼は体型を維持し続け素敵にいらっしゃるので、やっぱり毎日のことっていうのはとても重要、日々常に気をつけてるっていうのが、まあ気づけば気をつけるぐらいでいいと思うんですけど、それと同じで自転車もお腹を引き上げながら、まあせめて自転車に乗ってる時だけでもお腹引き上げて乗ろうって思ってるとちょっといいのかなっていう気がします。2点目は姿勢を良くしてお腹を引き上げておくっていうことでした。で3点目、これちょっと難しいかもしれないんですけれども、私実は下半身結構強靭なんですよ。なぜなら大学生の時にスキーやってたんですね。なので下半身の筋肉が多分その時に鍛えられたんじゃないかなと思っているんですけど、スキーってすっごい使うんですよね、その下半身の筋肉、大きい筋肉。中腰、ちょっと膝曲げて中腰でこうバランスを取りながらガーって滑っていく時のその中腰の姿勢っていうのにすごくこう鍛えられていて、それプラス6、7年前からに日本舞踊を習っていまして、その時にも日本舞踊もめちゃくちゃ中腰なんですよ。中腰ってものすごくきついんですよね。でその中腰を自転車に取り入れてるんですね、独自に。でそのやり方はどういうことかっていうと、ちょっと腰を浮かせるんです。これちょっと難易度高いのでちょっと皆さんできないかもしれないんですけど、実は自転車に乗りながら私ちょっとお尻を持ち上げてるんです。でそれは普通に漕いでる時はちょっと難しいんですよ、さすがに。なので坂が多いので、下り坂の時だったら割と楽に中腰になれるんですよ。すっごいお尻を上げてるんじゃないんですよ、本当にちょっとだけ浮かせてる。で浮かせてる&サドルって三角じゃないですか、サドルの三角の部分の前の部分を内ももでグッと挟んでるんですね。挟みながら坂に乗る。でその中腰で挟みながら坂に乗ることによって、こう内ももグッってなって、勝手に私はそれで鍛えられてるって思ってるんですけど、確かに結構効くんですよ。ちょっと お尻を浮かせるっていうのも私は割と普通にできるんですけど、難易度が高いかもしれないんですけど、これめっちゃおすすめです。はい、ということで私が自転車に乗りながら日々気をつけてること3つお伝えしました。まず1つ目、ある程度のスピードに乗るっていうことです。グッグッグッってスピードに乗りながら漕ぐ。でその時に、ま、できればこうつま先、私はつま先にな感じでこう力を入れてます。でそれと2つ目、お腹を引き上げる、ちょっと腹筋に力を入れながら漕ぐっていうことですね。はい、で3つ目が最後、ちょっと難易度の高いやつなんですけど、坂道の下り坂でちょっと腰を浮かせて乗る、内ももでサドルを挟むイメージで坂を下っていく。で下り坂だと、ああ楽だなって思っちゃう時にグッってやって、でも大してそんなに大変ではないかな、私にとっては大変ではないかなっていうか、ちょっと楽しみながらやってしまっているので。あとあれですよね、ちょっと私バスより速いじゃんみたいなのとかバスより速く、あのバスより絶対速く着こうとか思って、ちょっと危ないのであんま真似しないでください。
そうやってちょっとゲーム感覚でいつも自転車に乗っています。そんな感じで自転車ライフを楽しみつつ、まあ、実はシェイプアップにも効果あるのかなと思って今日皆様にお伝えしました。くれぐれも交通ルールを守って気をつけて自転車に乗ってくださいね、ということでした。今日は以上になります。で、次回は今日実は私お休みの日でゴルフに行く予定だったんですけれども、今日が雨予報だったので、で私強烈な晴れ女なんですよ。なので、まあ、一緒に行く方に多分、まあ、雨でもその場だけ晴れたりするし、その時間だけ晴れたりするから、ちょっとギリギリまで待ってもらえないって言ってギリギリまで待ってもらったんですけれども、やっぱり昨日の夜の時点で、まあ、かなり嵐っぽいこう朝から 90% みたいな予報だったので、もうね、迷惑かけてもいけないし、私も土砂降りの中をやりたくないから、あんま晴れるような気はしてた、上がるような気はしたんですけれども、一応じゃあキャンセルにしましょうっていうことにしたんですね。でも今日今雨が上がっております。天気予報を変える女なんです。で、まあ、これな全く何の根拠もないんですけれども、そういうことが本当に多くてですね、これはもう晴れ女としか言いようがないっていう、もう自分でも自信があるんですね。で、まあ、そのなぜ晴れ女なのかっていうあたりを、まあ、いつかまたお話できたらなと思って、これはちょっと今日おまけな感じでつけてみました。で、あと次回のトピックスと、最近ちょっと寒くなってきて手が乾燥してきているんですよね。で、私の職業柄もうずっと水使いますし、もう手もしょっちゅう洗いますし、いろんなもの切ったり料理して手が汚れては洗い、で、まあ、清潔のためにも洗い、で手はめちゃめちゃ酷使します。熱いオーブンも触るし、料理でいろんなもの食材も触っていきますし、ものすごく夏でも冬でも酷使してるんですね。なのでちょっと手に感謝をしないといけない、いたわってあげないといけないっていつも思っていて、で荒れがち、職業柄荒れがちなんですけれども、一番見られる場所でもあるんですよ。顔よりも何よりもやっぱり料理教室してるので、手元ものすごく見られてるんですよね。で、なので手をきれいに保っておきたい、でも酷使してるからどんどん傷んでいく、傷んでいくからこそケアをしないとどんどん傷んでいく、ただ忙しすぎてまあいっかってなりがちなんですよね。その作業の合間にハンドクリーム塗ったりとかっていうのがなかなか難しいこともあったりするんですけれども、料理をしていても邪魔にならないハンドクリームと、あとこれから冬に向けてお家でケアをしてるんですけど、そのケアの方法とちょっと濃厚な冬用のハンドクリームとかもちょっと用意したり、冬用にで、ちょっと家ではそんなに香りを気にしなくていいので、自分の好きな香りのリラックスできるハンドクリーム、おすすめのハンドクリームとかをおすすめしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。ありがとうございました。